はいどうも皆さんこんにちは。本日もストーリーズ2やっていきましょうか。でまたまた体験版なわけなんですが、体験版やりすぎだろう。どんだけやるんだよっていう。で今日はですね、五石の話をしていきたいなと思っております。で五石ということで、多分ね皆さん入手方法であったりとか、あとはどこで入手できるのかっていうところ、多分知ってる方がもう大半じゃないかなと思っているんですが、おそらくですね今ちょうど始めた人とかも結構多いと思うので、そういった方々に向けていろいろお話できればなと思っております。そうなんだよ、体験版のダウンロード数が日に日に伸びてるみたいで、新規ユーザーの方もたくさん増えてるみたいですからね。っていうことで今日はですね、まあ、結構基礎的な話になるのかなと思ってます。でなんで俺ここに来たんだ特に関係ないんだけどさ、すまん、なんか家の中に入っちゃったわ。さあそういったところで五石の話をしていきましょうか。でまずはですね X ボタンを押しましょう。でこういった形でキャンプメニューを開くことできますよね。まあ様々なメニューがあるわけなんだけど、この中で装備っていうところありますよね。そうなんだよ、モンスターハンターライズとか本家のモンスターハンターと違ってこういったコマンドが存在するんですよね。ですのでアイテムボックスまで行かなくてもいいんですよ。本家のモンスターハンターの癖でついついアイテムボックスのところまで行ってしまいましたが、実はストーリーズの場合だとこの装備のコマンドから自分の武器であったりとか自分の装備であったりとか、あとは五石であったりとか、こういったところをいじくることができます。これさめっちゃ便利だから本家のモンスターハンターにも引き継いでほしいんだけど、いやマジでさ。で今回はですね五石について話していきましょう。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからもストーリーズそしてライズの動画見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。でまず五石、自分の持ってるものはこの4つになりますね。まあ体験版なおかつ序盤ということで、まあそんなに五石はまだ持ってないんですが、まあこういった形で本家のモンスターハンター同様いくつかの種類の五石が存在するっていうことを分かってもらえたかと思いますね。で僕はですね今回復章の五石こちらをつけております。これね序盤にしては結構使えますよ。なんでかっていうと、ターン終了時に HP が若干回復するんですよ。これ結構でかいですよ。要するに戦闘するだけで体力がどん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 回復していくんで、割と序盤はね活躍してくれる五石の一つかなと思ってます。あとはまあ体力が上がったりとか、スキルの威力がややアップする五石だったりとか、あとは火傷無効化、まあ火傷だけじゃなくて毒とかも多分あると思いますが、まあこういった無効化系の五石とかも存在するわけですね。まあスキルに関しては結構その本家のモンスターハンターと似たようなものが多いのかなと思いました。ただまあ絆ゲージっていうのはストーリーズ特有のまあそういったシステムになってるんで、それに連なった五石ももちろん存在しますね。で五石の名称なんだけど、見てもらったらわかる通りそれぞれの五石に名前がついてます。まあ、例えば本家のモンスターハンターの場合だとレア度ごとによって五石の名前って統一されてるんだけど、そうじゃなくてストーリーズの場合は一つ一つの五石にしっかりと名前がついてるっていう、こういった違いも実はございますね。なのでまあ本家のモンスターハンターと結構その似てるところもあるんだけど、似てない部分もあるんですよ。まあ、こういった違いがあるっていうのは結構面白いですよね。で次に入手方法についてなんですけど、まずはですねこちらメラル紹介行きましょうか。で皆さんすでにご存知かと思うんですが、ここに4つの選択肢がございますと。でそのうち一番下五石と交換、こちら選びましょうか。ですでに僕が持ってるこの回復章の五石、実はここで交換しました。結構使えるんでね、これいいなって思って交換しましたよ。こちらのメラルー紹介では体験版の時点で2つの五石入手することができます。で、さっき僕が紹介した回復章の五石、それとは別に回避章の五石、まあ、こちら王冠が6個必要になってくるんですが、こちらなんとね、2つのスキルが序盤にもかかわらずついております。なので結構ね、序盤にしては使える五石なのかなと思いました。特にチャンスガードがついているので、ガンランスとかと結構相性がいいんじゃないかなって思いました。まあ僕はですね、回復章の方が使えるかなと思って、まあ汎用性を考えたら多分こっちの方が上だから、僕はこちらの方を交換しましたね。まあ何の武器にでも合わせることができるから結構でかいんじゃないかな。で、あとはですね、このメラル紹介以外にも、もちろんね、入手できる場所が複数ございまして、じゃあどういったところで入手できるのかっていうところなんだけど、金の鉱脈って言ったらいいのかな。
多分それで通じますよね。まあ、もしかするとガチの初心者の方には伝わらないかもしれませんが、まあ、鉱脈があるわけですよ。で、鉱脈を掘ると、まあ、石ころであったりとか、鉄鉱石であったりとか、まあ、様々なものをゲットできますけど、金色の鉱脈の場合ですと、一定の確率で、宝石を入手することができるんですよ。まあ、いわゆるレアな採掘ポイントっていう言い方の方が正しいかもしれませんね。まあ、至るところにあるので、ぜひ見つけたら積極的に、ゲットしていきましょう。まあ、基本的にはですね、フィールドにもあるんですが、古代図に結構な確率で存在するんで、もし宝石が欲しいんであれば、古代図で粘るっていうのが一番いいかもしれませんね。まあ、多分古代図が一番出やすいんじゃないかな、現状であれば。まあ、体験版の時点の話なので、製品版ではどうなるかわかりませんが、現時点では、おそらく古代図が一番出現確率が高いんじゃないかなと思ってます。あとはですね、宝箱からもゲットすることができます。まあ、一番手っ取り早いのが、レアな採掘ポイント、金色の鉱脈なんですが、宝箱からもゲットできるんで、ぜひそちらも重ねて覚えておいていただければと思いますね。ですので、まあ序盤で手に入る宝石っていうことなので、まあそこまでね、大した性能のものは手に入らないんですが、まあ製品版が出るまで結構まだ時間があるので、もし時間に余裕がある方はぜひね、宝石も積極的に入手していけばいいんじゃないかなと思います。はい。まあせっかくなんでね、まあお金稼ぎであったりとか、装備を揃えたりとか、まあいろいろやる、おーい見つけたね見つけちゃいましたよ。あー、シーブライト鉱石か。はいはいはい。まあ、シーブライトもね、レアっちゃレアなので、非常に嬉しいところなんだけど、まあ、やはりですね、宝石が欲しかったね。まあ、結局これっていうのは確率なんで、確実にもらえるかというと、まあ、そういったわけではないんですよ。なので、まあ、自分の運次第かなと思いますね。はい。ただまあ、さっきも言った通りですね、回復ショーの宝石、これかなり使えるので、まあ、序盤はね、これでいい気がするんだけど、皆さんどう思いますか？まあ、他にもね、いい宝石が序盤でもあると思うんですけど、まあ、回復系の宝石つけておいたら、まあ、序盤は間違いないのかなと思いますね。特に雑魚敵戦とかで活躍してくれる宝石になるんで、特に製品版の序盤でも活躍してくれんじゃねって思ってますね。はい。まあ、そんな感じかな。あとはですね、今のところ、古代数、フィールド、宝箱、そしてメラルー紹介。この4つの入手方法があるわけなんだけど、多分それ以外はね、入手方法ないんじゃないかな。もしこれ以外にあるんであれば、ぜひコメント欄に気軽に書き込んでください。よろしくお願いします。いやいやいや、ここでも入手できるぜ、みたいな。ただ5席と聞いて、嫌な予感がした人結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。5席、お守り、うわぁ、厳選じゃねえか、みたいな。ただまあ、本家のモンスターハンターと違って、まあ実際に装備を見ていただければわかると思うんですけど、そんなにね、廃人みたいに、宝石厳選をする必要っていうのは、おそらくなさそうなんで、まあそこがね、結構救いかなと思いますね。まあスキルはスキルでも、装備のスキルとはまたちょっと違うので、本家のモンスターハンターみたいにバカみたいに厳選が必要っていうわけではないと思います。まあそこが結構救いだなと思いましたね。いや、五石と聞いてね、あんまりいい印象抱かない人結構いますからね。うわ、マジかよ。おい、お守り廃人にならないとまたいけないのかとか、炭鉱夫にならないといけないのかとか。ただまあ、五石自体がね、全然出ないっていう印象は受けましたね。結構狙ってるんだけどさ、なかなか入手できないみたいな。まあ一番手っ取り早いのは、さっき言っていた、金の鉱脈かな。金の鉱脈を見つけて、それを叩きまくって、五石を大量入手していくみたいな。多分そのやり方が一番ベタじゃないかなと思いますね。まあメラルー召喚に関してもあくまでね、一過性のものなんで。なおかつ宝箱も一過性ですからね。ですので、古代数に潜って金の鉱脈を見つける旅。まあそれがね、一番現実的なのかなと思いました。はい、ということで、今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもモンスターハンターストーリーズの動画、そして、モンスターハンターライズの動画、両方とも見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー。